皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1963年公開の、鳥。現代、ザ・バーズ。監督はアルフレッド・ヒッチコック。脚本はエヴァン・ハンター。主な出演は、ロッド・テイラー、ジェシカ・タンディ、ティッキー・ヘドレン、など。サンフランシスコ近郊にある漁村。ある日、一羽のカモメが突然何の理由もなく若い女性を襲った。翌日、鳥の大群が押し寄せ、人々は原因もわからぬまま逃げ惑う。というストーリー。同名短編小説の映画化。動物パニック映画の元祖とも言える、あまりにも有名な本作。ある意味、ゾンビ映画の元にもなっているのかもしれない。鳥の大群が人を襲う映像は相当インパクトがある。鳥が嫌いな人には絶対におすすめしない。ストーリーはシンプルだが、ただ鳥が襲ってくる映像が延々と続くだけでは飽きてしまうところを、巧みな演出でサスペンスが持続されるのは、さすがヒッチコック監督。鳥が人を襲う理由が、結局最後までわからないのがまた不気味。ということで、評価は。Thumbs up!